イエーイ。どうも皆さん、こんばんは。お洋服が素敵ですね。だってウレピー。でも今日エスカレーター乗ってたらね、前に乗ってる人が同じ服着てた。同じ服の色違いでびっくりした。えっ、この服の色違い着てるじゃんって思って。イエイ。ね、かぶることあるんだと思った、この服が。今日はお買い物したラーメンも食べた。今日はお買い物したりラーメン食べたりした。これ塗ってみよう。これって直接目に塗るのかな。わお、すごい。めっちゃキラキラ、かわいい。お洋服ものすごくかわいい。だって、え、嬉しい、好評。このね、ニット気に入ってんの、私も。いいね、これ。めっちゃキラキラ。でもそんな配信だからあんまわからない。このニットお気に入り。かわいい、これ。アディクションの多分限定のキラキラ。明日 M ステでもつけます。じゃあ、ほら、めっちゃキラキラ。エリちゃん今日買いすぎてオーラ出てる。わーい。何オーラ？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 衣替えまだ終わらない。助けて。だって頑張れ。やるしかない。ね、やるしかない。とプール、パシャパシャ。ラーメンは3人で食べに行きました。母と妹と。ナイトプールは苦手です。行きたくないです。普通のプールは行きたい。水にプカプカ。塩ラーメン食べました。今日は暖かかった。だって。え、それな、暖かかった。トゥールトゥール。
水中で回転するターンしてそうだって。好き。おだりちゃんの生年月日でオーラ診断したらピンクオーラだっただって。わーい、ドゥーン、ピンクオーラ、イエーイ。ピンク、でもオーラをね見てもらったことある、あの占い師の方に。 HKT のあの ODA に、 ODA は人のオーラが見えるんですよ。そう、オーラ見てもらったことある。でも、ま、何だったか忘れました。だからまた見てもらいたい、 ODA に。忘れるんかいって。忘れました。昨日デビュー5周年だって ODA。 え、おめでとう。今日ポッキーの日だって。確かに11月11日か。おめでとうございます。ニットおしゃれだって。今日の服めっちゃ好評。ほら脇からねもう柄が違うの。柄が変わってるんです、これ。この服はそう、イエーイ。総柄ニットって言うんだこれ。うん、お気に入りこれ。最近よく聴く曲を教えてほしいだって。最近よく聴く曲は君に叱られた。最近 ZOZO タウンでねいっぱい服見てます。服がいい服が欲しくて、いい服ってかそう服がね欲しくて、今日も服買ったし、めちゃネットで見てる服を。でも持っててもね、着てない服もめっちゃあるからちゃんと着たいなって思います。でもね欲しいと思ってたねジャケットがあるんだけど、まだいいかなって思っててね。でもそしたらもう売り切れてた、ショック。なんかね黒いジャケットなんですけど、ボタンが金で裏地が真っ赤だったんです。真っ赤っていうかワインレッドっぽくて、で裏地がワインレッドで
全体黒ってさめっちゃかっこいいじゃん。なんかちょっとなんかかっこいいじゃないですか。そうちょっとやんちゃ系でイケてるって思って、でも欲しくて、そうでも売り切れた。うん、うん、でも買えばよかった。ちょっとね、他のサイトでも見てみるわ。今日の夜ご飯はまだ食べてないです。これから食べます。買わずに後悔するより買って後悔したい、だって。え、はい、買って後悔タイプ。うん、スカジャン欲しい。スカジャン買いに行くロケとかないかな。スカジャンを 見に行けたらさ、あの買うんで、もう見に行くロケとかしたい。スカジャンを見に行くロケ。うん、おだいりなスカジャンを買う。え、もうそれでロケしたいです。うん、オリジナルの刺繍してもらうだって。え、そんなんできんの？バカ高くなりそう。何十万とかになりそう。どんな刺繍がいいかなって。クジャクっしょ。港未来のクジャクでしょ、そりゃ。港未来の風景にクジャクが羽開いてる刺繍。うん、観覧車と被るのでは。だって確かに観覧車とクジャクって確かにキャラ被ってるわ。確かに。じゃあ横浜みなとみらいの風景は、あの観覧車はちょっとどいてもらって、キャラ被っちゃうから。劇場から歩いて御徒町に行ったら有名なスカジャン屋さんある。そうなの？劇場の近くにスカジャン屋さんがあるんだ。知らなかったな、それは。生誕ティーをスカジャンにしよう。だってしたいわ。スカジャン欲しい。
神奈川ツアーから好きになりました。だってありがとう、やったー、イエーイ。エリちゃん真冬はダウン？ダウン着たことない。コートとかでもダウン欲しいんですよ今年は。ダウンなんかダウンダウンそうダウンダウン暖かいよ。だってね、ダウン欲しい今年はね。ダウン着たいな。今年は冬寒くなるみたいよ。だってもう毎年寒いけどね冬って、うん、なんかダウンってめっちゃ静電気起きそうなイメージって思ったけど、コートも静電気起きるなって今喋りながら思いました。でも私はロングコートが欲しい。ロングコートが好き。なんかかっこよくないですか、なんかロングコートってなんか支配してそうで、なんかなんかロングコート支配者って感じで、そうロングコートを着たいですね、うん。ロングコートって長いコートですよね。長いコートはなんかワインレッドみたいな色と茶色持ってるけど、なんか暗い色のロングコート欲しい。ワインレッド好きなんだ。だってそうワインレッド好き。真っ赤とかの服はさちょっとなんか派手って感じだけど、ワインレッドってめっちゃなんかおしゃれじゃないですか、うん。そうバーガンディ、バーガンディ。GU とかユニクロでも服を買ったりするします。ユニクロでジーンズ買った。GU は夏よく服買う。夏服。最近マック食べた？食べてない。食べたい、めっちゃマック。今日はカーペット柄の服ですね。だって確かにカーペットっぽい。この前着てた緑のニット素敵でした。だってああね、あれ可愛かった。あれは食べ、ハンバーガー食べたい。ハンバーガー、ハンバーガー食べたいな。三角パイはあんま食べたいけど、なんかすごい食べたいとは思わない。なんかそれよりハンバーガーって感じ。三角チョコパイとか結構もう数年食べてない。うん、ハンバーガーは私が好きなのはダブルチーズバーガーか、あのエビフィレオか照り焼きかですかね。エビフィレオ大好き。うん、
ダブルチーズバーガー美味しい、だって。え、それな、ダブルチーズバーガー大好き、めっちゃ。今ダブチも新しいの出てる。食べたい、ダブチ。貧血だから江口で我慢した。江口って何？江口っていうハンバーガー、エッグチーズか。あー、なるほどね。絶対私が頼まないやつだ。200円、安っ。マックの注文難しい、だって。いや、一番注文難しいのサブウェイでしょ。サブウェイが一番注文の仕方難しいと思う。まずサブウェイはまずパンのなんかパンの種類から選ぶ。マジで結構なんか、なんかもう選び放題すぎてなんか難しい、めっちゃ。よくファーストフード食べてるんだね、だって。あ、私でもサブウェイは人生で1回しか行ったことない。マックも結構半年ぐらい食べてない。結構食べないですね、ファーストフード、こう見えて。はい、まあ、好きなんですけどね。好きだけどあんま食べない、食べる機会がない、めっちゃ。マック集合くらい行くな、だって。え、羨ましい、逆に。いいな。回転寿司一人で入ったことある？なーい。でもマックとかさ、学生の時朝ごはんマックで朝ごはん食べてから学校に来る子とかいた。朝マックしてから学校に来る子がいました。お便り、学校で早弁してそうってしてない、全く。ちゃんとお弁当の時間に食べてた。朝マックのポテト大好き。朝マックの方が好きだって。わかる。でも朝マックのハンバーガーより昼マックのハンバーガー、昼マックっていうのかな、ハンバーガーの方が好きだけど、ポテトは朝マックの方が好き。
ハッシュドポテト、めっちゃ好きなんです私ハッシュドポテト。でも今だったらさ、昔だったらさ、昔の夢はね、ハッシュドポテトだけでお腹いっぱいになってみたいっていう夢があったんですよ、子供の時。でも今だったらさ、もう自分でね、お金とかね、あの管理もできますし、今だったら叶えられる夢になった。でも朝起きるのが不可能なんで叶えられませんそう、ハッシュドポテトだけでお腹いっぱいになる夢は叶えられるけど起きれません。うん。そもそも単品いくらなんだろう、だって100円ぐらいじゃないかな、多分100円とかだよね、108円かな。何個ぐらいでお腹いっぱいになるんだろう。130円だった、って今、130円、今消費税 10% です、だってマジ8円だと思ってた。10高っ、やば、5じゃないの、まあ、5からは変わったけど10か今うん、5は自分の世代だな、だって、私結構長らく消費税5だったんですけど、同じ世代？だってなんかさ、子供の時の方が消費税とかなんか意識して買い物してたかも。限られたお金の中で何を買えるのか、やっぱ消費税って大事じゃん。だからそう、今はもう 10% なのか、そうだよね、消費税は今 10%。
明日のために早寝しますか、だって。そうだね、明日も朝からレッスンなので。クリスマスプレゼントはハッシュドポテトで決まり、だって。明日 M ステ見てね。この後はね、ネモハモルーマー音楽番組7時から、ね、選抜の皆さんが披露するので、皆さんそちらをぜひ見てください。よろしくお願いします。エリちゃん、 M ステに出ること、友達に自慢するね、だって。ぜひ自慢してください。ぜひ自慢してください。明日頑張ります。じゃあそろそろ配信終わろうかな、今日は。ではおランキングを読みます。いきます。13位ロッピー、12位サルトビニザエモン、11位 KK3500、 10位トッサンアットおだし、9位お豆アットドーミン、8位ティーアナ、7位中堅、6位ショータアットおだいりしかかたん、5位マッタ、4位マッカーシー、3位イズンミ、2位マーアットおだし、そして1位はカンタアットカンカーン。ありがとうございます。では今日の配信終わりたいと思います。見てくれてありがとう、マト。ではまた明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。